お待たせしました。スタバドリンク第2弾、新作のエスプレッソアフォガードフラペチーノを作るんでしょ。もう2週間経ってるから新作じゃないけどね。ほんとだ、カラーサンドが沈殿してもはや別物になってるじゃない。前回作ったストロベリーベリーマッチフラペチーノがこちら。綺麗なマーブルだったんだけど、砂の重みでこう下がってきちゃったから全部が混ざっちゃったんだよね。スライムもほら2週間経ったらすごい透明になったよ。時間経ちすぎてドロドロになってるんじゃないの。え、そうなの。わあ、ほんとだ、なんかすごいトロトロしてる気がする。ちょっと混ぜてみるよ。よいしょ、タラ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 。いや、これはやばくない？めっちゃドロドロじゃん。さあ、ちょっとだけ放射水入れてみる？そうしよう。よし、入れてみるよ。なんで霧吹き分解するの？だって使えないんだもん。こんぐらい？こんぐらい？あ、入れすぎたかな？よし、急いで混ぜるんだ。ちょっと待って、ちょっと待って。混ぜ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 。わあ、スプーンが折れそう。手で混ぜてみるよ。そろそろいいかな。見て、手にひっつかなくなったよ。結局白くなってるじゃない。じゃあリカちゃん、あとは任せた。え、キャラメルちゃんがカプチーノ担当するんじゃないの。だってどんなのだったか覚えてないし。それは自業自得でしょ。しょうがないわね、私が教えるから前回の動画を参考にしながら作ってみて。さすがリカちゃん。まずはこのクリアファイルに蓋を縁取ります。綺麗に描くのよ。はーい。次はこれをハサミで切ります。失敗してもいいようにちょっと大きめに切ってね。大きめ大きめ。いよいよ合体よ。ちゃんと収まるまでしっかり微調整してね。次はストローよ。これ前回の残りなんだけど、だいたい半分ぐらいのところでカットすればいいんじゃないかしら。オッケー。こういう感じだよね。飛んでったんだけど。何か工夫が必要ね。後で考えましょう。次は上のホイップよ。前回作った紙粘土ホイップが残ってるからこれを使いましょう。まだ柔らかいままでよかった。これを切って絞り出せばいいんだよね。こんなモリモリホイップじゃなくてトロトロクリームにしたいから洗濯のりを入れるわよ。オッケー。これに洗濯のりを入れてしっかり揉み込む。リカちゃんできたよ。これでいい？そうそう、下に置いてタラーってなるぐらいがいい硬さよ。早速このクリームを盛り付けたいところだけど、先にストローを取り付けなきゃ。それならいい案があるよ。ハサミでちょっとずつ切って指で押し広げます。ほら、かわいい。グルーガンで真ん中に取り付ければ固定されるんじゃない。キャラメルちゃん、ナイスアイデア。よし、取り付けるぞ。いい感じね。じゃあ今度こそクリームを盛り付けるわよ。スプーンではみ出ないように垂らしていってね。オッケー、頑張る。難しいよ。リカちゃん、これでいい？なんかドロドロな気がするけど、蓋も薄いからまあいいわ。次はこの縁にグルーガンをつけて、いよいよ蓋と合体よ。オッケー、任せて。わあ、もう拭いても拭いてもめっちゃはみ出してくる。ティッシュティッシュ。これで拭き取って、どうしよう、汚くなっちゃった。大丈夫よ、落ち着いて。ひとまずカップにはめて爪楊枝を巻いたおしぼりで拭けば OK よ。ほんとだ、綺麗になった。これに上から見たらめっちゃ本物っぽい。当然よ、私を誰だと思ってるの。さすがです。よし、いよいよ肝心の中身を作っていくわよ。最初に使う分だけのクリアスライムを用意したらやりやすいかも。リカちゃん、コーヒー部分難しそうだから任せていい？しょうがないわね。まずはこの辺りまでスライムを取ってエスプレッソソースを作ります。ひとまず焦げ茶色と黄土色を入れてみたわ。あれ、全然色が明るかった。ちょっと黒を入れてみましょう。よし、いい感じね。これを半分に分けて黄土色を足します。よ
いしょ。しっかり混ぜたら、この2種類のスライムを重ねて入れます。これだけでも美味しそうね。コーヒー飲めないけど。リカちゃんリカちゃん、次はフラペチーノ部分。そうよ、次は簡単だからキャラメルちゃんやってみて。さっきのクリアスライムの残りにこの白色のカラーサンドを入れます。これはダイソーだったかな。粒が細かくてちっちゃい方を選んだよ。これをしっかり混ぜます。あー、マジか、ショック、すごい散らばってしまった。まあ気を取り直してしっかり混ぜていきます。白だからすごい目立つんだけど、カラーサンドにはなんかこういう黒いやつあるから、取りながら混ぜた方がいいかも。よし、できた。オッケー、じゃあ混ぜていきましょう。まずはちょっとだけ取って、これを上に乗せます。ざっくり混ぜてグラデーションにしていくわよ。あれ、リカちゃん、どこまで混ぜればいいの？混ぜすぎよそれ。あー、どうしよう。ごめんリカちゃん、茶色い部分減らしてみる？そうね、半分にしましょう。リカちゃんできたよ、これでいい？オッケー、もうキャラメルちゃん失敗しそうだから、あとは私がする。こんな感じで入れたら、真ん中ら辺をしてざっくり混ぜていきます。またこのフラペチーノスライムを入れてどんどん混ぜていくわよ。ポイントとしてはこの上の部分を白多めになるようにするといいわよ。さすがリカちゃん、本物そっくり。どういうのだったか覚えてないけど。私も日にちが経ちすぎて覚えてない。え、適当に作ったの？あとはこれに蓋をしたら出来上がり。お、ついに完成。この上の部分のクリームもすごい本物っぽい。せっかくだからこの沈殿したスタバスライムを使って今話題の ASMR 動画を撮ってみましょう。それやってみたいと思ってた。ステレオ録音するからイヤホンつけて聞いてみてね。右とか左から音が聞こえるんだって。どうだった？イヤホンして聞いてくれたかな？キャラメルちゃんはもうちょっと練習しなきゃダメよ。頑張ります。それにしても作るの楽しかったわ。上手にできたなと思う人はグッドボタン、作ってみたいなと思った人はチャンネル登録お願いします。次の動画で待ってるね。バイバーイ。